エミン・ジノブチは、コソボ解放軍の元隊員。ナチス・ドイツの総統・アドルフ・ヒトラーとよく似た風貌で、知られる。聖は、グヨウのブシー、ジナベシー、ジャノブシーなどと綴られることもある。ジノブチは、KLA のゲリラ投資として、コソボ紛争に従軍し、その頃から、ヒトラーの通称で知られていた。停戦後、故郷、ミトロビツァに移り、 ナチスドイツをテーマとしたバーやレストランを開業した。これらの店舗の廃業後、彼は、ミトロビッツァでヒトラーに扮して、地元住民や平和一軍将兵、観光客などを相手に、1枚20から80ユーロ程度で記念写真の撮影を行って、生計を立てている。映画監督、アルバムジャは、地ノ淵を題材とした短編ドキュメンタリー映画、ジャーマンザー。 デイビッド・スケアド・オブ・メを発表している。映画、独裁者にて、相当、ヒンケルを演じるチャーリー・チャップリン1959年、ユーゴスラビア連邦共和国時代のミトロビツにて、コソボ系アルバニア人として、生を受ける。1993年、ドイツへ移住し、デュッセルドルフにて輸入業を開業する。しかし、故郷コソボで、セルビア人とアルバニア人の対立が深まる中、 1997年には、祖国のために戦うために、ドイツを離れ、コソボへと帰国した。1998年、ジノブチは、コソボの分離独立を目指すコソボ解放軍に入隊し、ユーゴスラベア軍に対する武力闘争に参加する。彼は勇敢なゲリラ投資として、名を馳せ、地元のアルバニア人からの信頼も厚かった。やがて、彼は、 風貌がナチスドイツの相当アドルフ・ヒトラーによく似ているとして、戦友たちからヒトラーと呼ばれるようになる。ジャーナリストのウナハ・ハジェダリによるインタビューの際、ジノブチは軍隊にいた頃から皆が私をヒトラーと呼んでいる。曰く私は彼によく似ているそうだ。あの映画で彼を演じたイギリス人よりもと語っている。これは1940年の映画。 独裁者のチャーリー・チャップリンを意識した言葉であった。ユーゴスラビア側の警察が1998年に作成した文書によれば、オビリチからほど近いベラセバチ炭鉱をめぐる戦闘の最中に発生したセルビア人、甲府救命の誘拐及び処刑に、ジノブチが関与していた疑いがあるとされている。1999年、戦闘中に負傷したジノブチは治療のために、 ドイツの病院へと送られた。入院中は、ヒトラーのトレードマークでもあったチョビヒゲを生やし、病院職員らの注目を集めていた。ドイツの病院での経験を経て、ジノブチは、ヒトラーとよく似た自分の風貌を活かしていく方法を考えた。彼はより、ヒトラーらしくなるため、チョビヒゲを短く整え、髪は黒く染めて、ヒトラーのヘアスタイルを真似た。紛争終結後、 ジノブチは、故郷、ミトロビッツァに戻り、バーヒットジェットという名前の酒場を開業した。この店は、地元のコソボ系アルバニア人から愛情を込めて、ヒトラーのピザ屋と呼ばれた。しかし、この店は1999年6月から中流を、開始していた、国連平和維持軍将兵の間で論争を引き起こす、ことになる。例えば、あるフランス人のナトウ兵は、 ジノブチの店の入り口に飾られていたハーケンクロイツを非常に不愉快だとして下ろさせた。別のフランス人士官は報道関係者からのインタビューの中でジノブチの店について触れ、ジノブチの行動にうんざりしていることと部下にはジノブチの店を訪れないように言明したと語った。この士官によれば、ジノブチはナチスのイメージを模して店内にケールへの制服を着用した自らの 肖像写真を飾っていたという。ジノブチ自身はどうしてヒトラーの仮装を楽しんでいるのかと尋ねられた際、アルバニア人に流血を強いた勢力と対峙する人々は皆が私の友人だと語った。これは第二次世界大戦中にナチスドイツをはじめとする数軸国がユーゴスラビアを侵攻した際、アルバニアによるセルビア領コソボ侵攻を ドイツ側が黙認したことへの言及であった。彼はヒトラーが女や子供まで殺させたことについてはやりすぎだったと認めつつ我々の血を欲する者ともを排除するためには良いアイデアだと述べている。数年後、ジノブチの店は KLA 自体の印象にも悪影響を及ぼしうると判断され現地の KLA 指揮官の命令によって廃業した。店を失ったジノブチは 戦後の混乱の中で貧困に苦しみ、KLA の軍人年金と西ヨーロッパに暮らす親戚からの援助に頼って生活することになった。それからしばらくして再び経済状況が安定し始めると彼は、イェホナという名前のレストランを開業した。この店名は彼の最初の娘の名にちなんだものであった。この店のレシートの右上には黒いハーケンクロイツが印刷されていた。 数年後には何らかの理由によって廃業している。私は自分の外見に誇りを持っているし、死ぬまで変えるつもりはない。人々はこの姿で私を覚えているのだから。エミン・カイナベシー天の廃業後、ジノブチはヒトラーの仮装をして、ミトロビッツァの町に出て、地元の人々、観光客、平和一軍将兵などといった人々を相手に、一枚二十ユーロから八十ユーロ程度で、 ヒトラーとの記念写真を撮影するという商売を始めた。1日あたりの収入は200ユーロ以上だという。結婚式や葬儀といったイベントにもしばしば呼ばれ、こうした場で、ジノブチはナチス式敬礼で挨拶をする。これについてジノブチは、これはしばしば望ましからぬ効果をもたらす。というのも、個人を痛むために集まった人々が、私と写真を撮ったり話したりしたがるのだと語っている。 仮装を始めた頃から、ジノブチは自らがヒトラーの生まれ変わりであると信じ始めるようになった。彼は仮装に加え様々なナチスの道具を常に持ち歩いている。それは例えば、ナチス時代のライヒスマルク、ハーケンクロイツがついたボタン、ハーケンクロイツなどナチスを象徴する模様が刺繍されたスカーフ、我が闘争。 ヒトラーの名とハーゲンクロイツが印刷された名刺といった品々である。彼のこうした振る舞いは地元の人々や平和維持軍当局からは特に問題視されていない。貧困や汚職などより現実的な問題が多いためである。逆に通行人や平和維持軍将兵の中には彼を見ると立ち止まってナチス式敬礼を行う者までいるという。バイスニュースの取材に応じた。 ある地元の住民は、私には他に心配すべきことがいくらでもあるのです。彼が出歩いていれば見かけることもあるでしょうが、それだけのことですと語った。地元では、彼の商売は生計を立てるための、実に大胆な事業とみなされている。地の淵は、地元の人々について、彼らは私を尊敬してくれる、老若男女。皆が私に、ハイルヒトラーと挨拶してくれると話した。 彼には5人の娘があるが、地元ではヒトラーの子供たちと呼ばれている。彼女らも父の行いを気にしていない。地の淵によれば、学校の保護者会にもヒトラーの仮装で出席したが、教師や他の親も彼の外見について何も言わなかったという。また、娘たちを学校に迎えに行くといつも子供たちに囲まれ、一緒に話したり、写真を撮ってほしいとせがまれるという。 ウナハジダリによるインタビューでも、少女らは、私の顔に触れるのが好きだ。マスクだと思っているのだね。彼女らは、まず私の髪を引っ張り、それから頬にキスしてもいいかと尋ねる。私が家族と外出しているとき、人々は私に話しかけるのをやめる。しかし、私の妻は、嫉妬深くはない。彼女は気にしないさと話している。 ドイツ刑法第 86A 条が意見団体の象徴として、ナチスのシンボルや制服、スローガン、敬礼などを規制しているため、ヒトラーになったジノブチはドイツへの入国が不可能となった。彼は過激な反セルビアの立場を表明しており、ミトロビサのセルビア人地区を訪れる際は常にピストルを隠し持っていると語っている。また、彼は紛争終結の後に、 セルビア人とアルバニア人の和解がもたらされたと信じていたため、現在のコソボの状況には失望していると語っている。ヒトラーを演じるのは難しいかと尋ねられた時、字のぶちは簡単なことだ。私は私の中にヒトラーの性格を見出した。彼もまた私の敵と戦ったからだ。私の敵の敵、すなわち私の友人だ。そうだ、セルビア人は、 私の敵だと語った。ヒトラーとの外見上の類似については、私は彼のような独裁者ではないが、彼とよく似ていることは、多いのある金銭的利益だとしている。コスボでも地のブチの行動を問題視する人々がいる。プリシティナを中心に読まれているドイツ語新聞、コセボ・オクッチエルは、彼の行動をスキャンダラスで、決して容認できないと批判した。年、 コソボ人の映画監督、アルバン・ムジャは、ジノブチを題材とした短編ドキュメンタリー映画、ジャーマン・ザー・エイビット・スケア・ド・オブ・メを発表した。この映画は、ジノブチの日々の活動を追って、ミトロビッツァの人々と話す彼の姿を捉えた作品だった。ありがとうございます。